まあ、そんな幼子なんですけども、幼子のシャドウ、はいはい、幼子が信頼感と楽観主義にあふれた無垢な状態を守りたいっていう一心から転落を拒むのは珍しいことではないと、はい、ところがそうやって拒み続けていると幼子のシャドウに、主導権を握られてしまう恐れがあると、はい、例えば無垢な状態にしがみつく行為が病的な域にまで達すると、人によっては摂食障害を起こしかねないと、ユング派分析家のマリオン・ウッドマンが示唆しているように、肉体軽視とか女性蔑視のような社会では無垢な自分を守るためには思春期への括弧つまり成熟したつまりは性的な魅力を持った女性的な肉体、いや少し成長ですよね、はい、その転落を拒むという方法しかないと、はい、この思春期に物を食べないとかっていう障害が起こりやすいのは、はい、女性的な体になるっていうのを拒む、はいはい、当然ながらこうした状況は虐待されている子供、パートナーに肉体や精神を傷つけられている男女、仕事で不当な扱いを受けている大勢の人々にも当てはまると、肉体を苛まされるような関係を清算したがっている人はもちろん、精神的な虐待が日常化している関係を断ち切りたいと考える人々の多くは、自分が不当な扱いを受けていることに気づくまでには時間がかかったと認めていると、はい、例えばこの特徴として、人は無垢な状態で人生を歩み始め、権力者の教えを信じ、その彼らが自分の利益を最優先でやってるかどうか、はい、っていうのには頓着していない、はい、ので、その私たちの中にいる幼子は信頼に値するはい、とは言い切れない相手の言葉の言動も信じてしまうと、はい、だからお前は醜いとか義法義が悪い身勝手、はい、協調的ではないって言われれば、うん、ああ僕はそうなんだ、はい、で幼子はやりがち、まあ、幼子ですからね、名前そのままですよね、2歳とか3歳とかでも完全に父や母を頼るわけじゃないですか、まあ、そこでしかはい、安全な場はないですからね、はいはい、だからもう そこが全てみたいなところにっていうのと似たような感じですよね。なのでこの人種差別、はい、性差別、はい、同性愛の嫌悪っていうのもみんながダメって言うんだから、はい、そんな存在が根本的に認められるはずがないみたいな、はい、なんかねもうこれ僕としか思えないんですよ、はい、社会がダメって言ってるならもうダメじゃんみたいな、はい、社長ダメって言ってるよ、はい、ダメだよ、はい、でもまあ社会ってみんな社会ですよ、下も社会、まあ、確かに往々にしてそういうもんですよ、ね、はいはい、っていうこれも僕は今幼子やってんのかなんて、はいはい、っていうこの安全で幸福な子供時代を送ってきたおかげで、はい、楽天的で人を疑わないっていう人生観が養われるっていう一面もあるが、はい、それっていいことなのみたいな、はい、一面もありますよね。なのでこの幼子はですね、自分の行動を否定するっていう行為にも走りやすいので、はい、問題が起こっても自分の責任から目を背けてしまう恐れがありますと。幼子は少なくとも初めのうちは絶対主義的で二元的な存在なので、自分にも欠点があると認めた段階で自分自身に恐れを抱いてしまうと。だからこそ自分に至らない点があるという事実を固くなに拒み続けるか、罪悪感や羞恥心に支配されるかっていう二つに一つになってしまうと。考えられないのか、考えようとしてないのか、はい、自分で、ま、上を信じてるか、言いつけを守ってる、はい、あもうエニアグラムの話ですよねこれって、はい、で健全な幼子であれば罪を犯した時は自分を許し、節度のある行動を心がけながら前に進むよと。他人から傷つけられたり、自分の理念を侵害されたりするような目にあっても相手を許し、もう二度とこのようなことを向こうはしてこないはず、みたいな感じになると。ところが他人を恐れるようになった幼子は、自分を責めることで恐れそのものと向き合うのを避けるようになると。例えば例を挙げると、幼い子供は
親からみだらなことをされたり暴力を振るわれたりすると自分が悪いって考えるものだが、それはおぞましくなるほど理不尽で残酷な親と向き合うよりも自分の至らなさを受け入れる方が楽って考えるからだと、はい、傷ついた幼子が自分の至らなさと向き合うのを恐れるようになると自分を相手に投影させて相手に至らない点があるのだと責めるようになると、大人の方がその傾向が強いって書いてありますね、はい、なんでこれを読んでるとね、僕幼子ですって言いたくなる気持ちもあります、はい、でこういう戦略で生きていると、はい、果たすべき責任を回避するようになっていくと、虐待を受けていることを否定していれば自分を守るために立ち上がる必要はない、自分の過失を相手も悪いみたいな、うん、他人のせいにしておけば自分を変える必要もない、はい、他人の差別意識や敵対心といった悪意に満ちた態度を内面化させていればその状況から逃れる術を見つける必要も自分の無力さをかみしめる必要もないままただ自分を責めていればいい、はい、でこの幼子はペルソナ、仮面や社会的役割のイメージ通りの姿にとどまっておくこと、幼子のままでいること、無垢なままでいること、世間に隠し事をしないことが重要だと信じている、そうやって自分の殻をから出てしまうとドラゴンに遭遇してしまう、で無意識の中に潜むアーキタイプは自己表現をする傾向があり、夢の中でも起きている時でもそれを意識している部分に光を当てずにいるとこういった面に落ちていくよなんてことが書いてありますね。この幼子だけで活動している人は心理的には常に恐ろしいものに取り囲まれているなんてことが書いてあります、はい、でこの幼子の成長と発展のためなんですけども、この幼子はですね、往々にして自分は特別だ、はい、と感じているものであり、その信念とビジョンの純粋さゆえにカリスマ的存在になる可能性を秘めていると、はい、これENFP の話ですよ、はいはい、まあ、NF タイプの話ですねこの辺は、はい、醜いアヒルの子、醜いアヒルの子、はい、はい、本当そうですよね、はい、この辺にいます多分幼子として、はい、で彼らは自分は特別で善良な存在なのだから宇宙や周りの人たちから気にかけてもらうのは当然だ、はい、だって純粋な存在だもん、はい、守るべきだよね、はい、ぐらい守られるべきだよねぐらい思ってる、はい、でこうした幼子の初期レベルにとどまっている人は、表向きは自立を装っていても心の中では組織や雇用者、友人や配偶者が自分の世話をしてくれるって疑っていないと、自分が負うべき責任を引き受けることはほとんどないが、とても善良であり勤勉に働く可能性がある、なので世の中には幼い子供がそうするように彼らに愛情を注ぎ知らず知らずのうちに面倒を見てしまう人々もいますと、そういう谷町がいっぱいいると、そう考えればこの幼子のような生き方が功を奏する場合もあるだろうと、はい、あくまでも仕事や配偶者を失ったり友人や同僚からもう君の面倒は見ていられない、はい、って言われるまでは、うん、この幼子のままで、はい、っていうのもいいよと、ただそれよりも高いレベルに到達しても真の成長を遂げなければ充実した成人期を過ごすことはできないだろうと、転落を経験しない限りは、はい、つまり最低でも自分は宇宙から特別待遇を受けている、はい、という感覚がなくならない限りは、はい、実体のあるものや永続するものを次々と達成することはできないだろうと、そうなんですね、そう守られてるって話ですよね、結局自分で何かをなすって話じゃなくて、はい、自分は特別だからきっと誰かが拾い上げてくれるみたいな、あダメなんだ、ダメなんですねそれは、はい、結局他人に依存してるって話ですよね面白い、はい、この辺がね、はい、
こういうの僕大好き、はいはい、エニアグラムもこれぐらい書いてほしかった、はいはいはい、あれ結構なんかあなたは特別ですみたいなこと書いてあるじゃないですか、まあ、グルジェフぐらいまでいけば書いてないんじゃないですか、あ確かに、はい、自分で動けって話ですね、はい、でここで言ってるのは、はい、転落せよですね、転落しないと次の一歩がないよ、だから多分物語の始まりは転落から始まる幸運な転落だよと、はい、でも そう転落は幸運な転落だっていうこの辺がね、はい、やっぱ本は面白いですよね。幼子は人との関係において原初的な母と子の共生関係を再現しようとすると、他人と自分を異なる存在とみなさないことが多いせいで、他人も自分と同じものを欲していると思い込んでいるからだ、はい、もう僕が常々言ってるやつですよ、はいはい、みんな僕と同じことを考えてるって、みんなつながってる、つながってるとか、はい、で対象がつながってませんよって一緒じゃんみたいなどこにも書いてませんよそんなことって、はいはい、相手が同じとは限らない限らない、もう知ってるはずなんですけどね、はい、幼子があの人は自分が望むものを望んでいないようだとか、自分の欲求が阻止されそうだと察知すると、私たちが子供じみた怒りを包み隠さずぶちまけるべきか、それとも精一杯魅力的に可愛こぶって、はい、精一杯振る舞って欲しいものを手に入れるべきだろうか悩むと、うんうん、言い換えれば私たちの中にいる幼子は親を操って自分の欲求を満たそうとする小さい子供のように傷つきやすく他者に依存している存在だということだと、はい、アーキタイプはそれをぶつけてくるわけです、はいはい、全く優しくないですね、はい、特別じゃないお前は他人に依存しているって、はいはい、言われました、はい、私たちの中にいる幼子は人生が思っていたよりも残酷なものだと知って打ちのめされてしまうことがあると、ただし立ち直るのも早く、すでに見てきたように世界がかつてないほど荒涼とした場所に思える時も、信念を持ち続け実現の可能性は皆無だと思える時でさえ夢を諦めないっていう人間の資質を表していると、幼子が成長できるかどうかは全てが失われてしまったように見える時でもまだ希望はあると言い続けられるかどうかにかかっていますと、今は一人で砂漠をさまよっている身でも、なんて言うんでしょう、まあ、ここでは神と言っていますが、そういうものが聖地へ導いてくれるという信念を持ち、なんて言うんでしょう、はい、出ることなんでしょうね、はい、はい、